私は東京へ出てくると小説家の近松さんの家に住み込むことになった。と言っても別に内弟子というわけではない。主な仕事は赤ちゃんの世話である。私は赤ん坊というものが大嫌いなのだけど、この子は私の背中におぶさるとすぐ静かになる。よし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 、ねんねんよ。チエホフか、これは驚いた。面白いかい？ええ。私の小説よりも？はあ、いや、答えなくてもいいよ。バカな中年男が芸者に惚れたの晴れたのなんて話はうんざりだって顔をしてる。そんな。よし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 。ねんねんよ。ねんねんよ。よしよし。ん？うちに来て何日になる？ちょうど一週間になります。どうして私のうちに？いい働き口だと思ったからです。君は本当は赤ん坊のおもりなどしなくてもいい身分なんだろう？とんでもありません。働かなければすぐ飢え死にします。確か尾道にご両親がいると言っていたね。はい。どうしてまた一人で東京に出てきたの？私文学を女学校にいる時から詩を書いています。童話も書きました。小説も書こうと思っています。ええ、私の商売敵になるつもりなのか？で、どんな小説を書くつもりだね？まだはっきりとしませんが、子供の時のことを書いてみたいと思ってます。なるほど、それはいいね。あの頃も今と同じように貧しかった。考えてみるといつも貧乏でした。私は本間ちゃん祭りでやっとじゃろうか。ほんと綺麗な町じゃ。降りてみるか。そうじゃね、降りてみよ。まだ日が高いけん弁当代ぐらい稼げるかもしれん。うん、じゃあ文子降りるぞ。大阪には行かんと？ちょっと降りるだけよ。なんでこげん日の丸が出ちょっとね？今日は県知事さんが気にさったけ。ああ、それで賑やかなんじゃね。どこ行くと？海の方一致したくばしよ。私は宿命的に放浪者だった。小さい頃から父と母に連れられて
九州一円を転々と行商をして回っていた。初めて小学校に入ったのは長崎だったか。それから佐世保に移り、久留米、下関、門司、戸畑、能形というように何回も学校を変わった。学校に行かない時もあった。文子、うん、あたしらこの辺におるけん、もし売れんようなら早く戻りなさいよ。あ、座に灰の石、胆石流陰胸使え、いかなる病も立ちどころ。おいちに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 、全海道の療薬は切り傷打ち身に捻挫やくじき、全海道の療薬はタムシに陰菌立ちどころ。さあいらっしゃい、いらっしゃい。体毒暮らしはあるんね。お一人の薬屋には土源薬でがあっとですよ。ほれ、全海道の体毒下し20銭じゃ。さて、そちらの娘さんは何が欲しいとね。あの、目薬を。なんじゃこれ。こら、触っちゃいかん、触っちゃ。はい、目薬。うまいな。ほんまじゃ、ほんまじゃ。タコをあげたんが食べたい。汽車に乗ったらええもん食べさせてあげるけん、我慢して。あのタコが食べたい。お母ちゃんを困らせんと、お金がないんじゃけん。お腹減ったな。お父ちゃんまだ商売しちょるね。薬が売れんやったら汽車に乗ってもなんも食べられんね。今日みたいに山んごつ売れたんは、まあこっち久しぶりじゃな。うん、おいしい。毎日こんな白いご飯食べられたらええね。二三日泊まろか。大阪なんか行かんで、この町でずっと商売したら。うん、明日もう一日売れれば、ここへ落ち着いてんええがな。ここはええとこじゃ。駅降りた時から気持ちがほんまによかった。私たちは大阪行きを取りやめた。そしてこのうちの2階を借りて尾道に住むことにした。海の近くなので、この井戸の水は少ししょっぱかった。大家さんはどうやら車を貸すのが商売らしい。おいちに、全海道の条約は。大阪まで行かんでよかった。ああ、ほんとじゃね。行っとったら今頃は苦労しちょったろ。
わしね、今町じゃだいぶ有名になったとよ。漁師町なんかね、お市にの薬が来たいよってみんな飛び出してくるとよ。その洋服が珍しいけ。あん？じゃろうね。文子。ん？お前、学校へ行った方がええじゃろう？うちもう13よ。また5年生になるの嫌。6年生に入れちもらえばいいが、文子はよう本場読むし。5年生の途中までしか学校へ行ってないもん。そんことは黙っちょれ、父さんがうまく話するけん。算術難しかろうね。よう勉強すりゃ大丈夫ち。あんこ、やっぱり嬉しいんじゃねえ。うん、じゃったら早速明日じゃ。明日言うてもあんた学校へ何着ていくの？ああ、これじゃまずいな。下で袴ば借りよう。私は父と学校へ行った。今まで何回転校したんじゃね？お父さんは覚えとらん言うんじゃが。9回です。するとこの学校は10回目か。私らこれからはずっと尾道に暮らすつもりですけん。ああ、商売がうまくいってるんじゃねえ。おいちに、おいちにが。あ、いや、もうご存じじゃったとですか。この組に入れてもらおう。さあ。私は5年生を半分飛ばして6年生になった。ただいま。ああ、おかえり。今日も商売に行けんやったと。ああ、なんで紅葉降るんかの。梅雨やもん。うん。お母ちゃんは？下のおばさんと一緒に内職の仕事場もらいに行っちょる。うちもお母ちゃんを手伝う。そげんこついいから学校勉強ばしろ。学校すかん。6年の勉強難しいか？うん、大して難しゅうない。学校で何かあったんか？うん。おいちにの大将の娘、おいちにの大将の娘、おいちにの大将の娘、おいちにの大将の娘。こら！やめんか、お前たち。君の作文、とても素晴らしかった。九州の炭鉱町の様子がよう描けとったよ。頑張るね、ええか？頑張るによ。泡飯っちゅうのは米飯の3倍かまんと喉から落ちていかんから、まこちゃん顎が疲れちならんね。二札に針金通す内職じゃ泡飯ぐらいがせいぜいじゃ。うん。あ、うん。雨やまんかね。
ずっとお弁当持ってきとらんかったね。お腹減っとらんから。そうか。オルガン上手じゃね。お父ちゃんに手風琴を習ったんです。この楽譜はお父ちゃんのです。おお。あのな、これ先生が作ったおにぎりだ。あんまりうまくないかもしれんけど。オルガン弾くと結構腹減るじゃろ。先生。桜色二ん、雪の肌、雪の。あんた覚えが悪なったね。うん、お父ちゃん何売ると？これじゃ化粧水。わあ綺麗な瓶。これ何本？一瓶10銭じゃ。わあ安い。きっといっぱい売れるね。なんこの白いもん。なんじゃろね。さあさあ諸君書いたまえ、買わねば頼んとなるばかり。おいちにおいちに、一瓶つければ桜色、二瓶つければ雪の花。おいちにおいちに、さあさあ諸君書いたまえ、おいちに。ありがとうございます。10銭ですよ。はい、ありがとう。はい、どうも。二瓶つければ雪の肌。おいちに、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 おいちに。お母ちゃん、肉ってどうしてこんなに美味しいと？ああ、やっぱり白い飯はうまか。十銭化粧水は本当によく売れた。ただいま。どうしたん、お母ちゃん。お父ちゃんが、お父ちゃんが警察に連れて行かれた。なして？インチキな品物を売ったからじゃって。そんな、あれはお父ちゃんが作ったんと違う。仕入れて売っただけじゃない。じゃあ県警察で。うち警察へ行ってお父ちゃん返してもらってくる。海子草原こと、まあ、小さい子供が言っても。黙っとんじゃい。じゃあ歌ってみんかい。一瓶つければ桜色、二瓶つければ雪の花。聞こえんじゃろうが、もっと大きい声で歌うんかい。うどんこつけて雪の肌になりゃ、こりゃ安いもんじゃの。ええ加減なもん売りに腐って。バカだね。
よしよし、お腹が空いたかな。で、お父さんは今でもお市にの薬売りをやっているのかい、尾道で。おしめが濡れたかな。ああ、そうか。今の話少し面白すぎたな。そうかそうか、君の小説なんだね。もちろん、私の体験したこともありますけど。さあ、お家に帰りましょう、ゆりちゃん。花の命は短くて苦しきことのみ多かりき。林芙美子。愛する人に手紙を書く、書いては破り、破いてはまた書く。丸めた紙を窓に投げつければ外は雨、頬に涙。人生には海、青春が船。愛する人よ、私を助けに来て。見えない悲しみ